オーグメンテーションは、文章学において、君主から進化に対する愛好または、恩寵の証として、もしくは先行をはじめとする功績等、何らかの称賛すべき行為をした者に報奨として、主に君主から与えられる、文章に対する変更または追加のことである。同様に報奨であったとしても、新たに文章全体を与えられる場合は、オーグメンテーションとは呼ばれない。 また、もともと文章を使用する権利のない者にとっては何ら意味をなさない。日本語では、家造門などと訳され、日本の家紋にも同様の考え方により修正されたものがある。西郷隆盛が明治天皇から進化が使用することはまず許されない16、菊門を家紋に加えることを許された例がある。冒頭にも述べたように、オーグメンテーションを家造する理由は2つある。 一つは、ミアグレースと呼ばれる愛子、恩寵を示すためであり、もう一つはメリットと呼ばれる功績に報いるためである。いずれの場合も、オーグメンテーションは一大限りではなく、進化のものは、君主より与えられた家造門を子孫に受け継ぐことができ、それを家門の名誉としてきた。ただし、オーグメンテーションの方法は、特に定まった。初代サリー以降、トマス・ホランドの紋章愛子、 音調を示すオーグメンテーションは功績に対するものより主権者の意向が大いに反映される。イングランド王リチャード2世はエドワード賞を受けようの印を紋章の向かって左半分に加えていたが、近親者にもこの印をアーミンのボーデュアでディファレンスした上で同様にデキスター側に加えることを許し、それによって愛情を示したことで知られる。 リチャード2世のように血縁者や長身に対してオーグメンテーションを乱発した王もあった一方、イングランド国内で新京都革命の危険が高まったために、祖国からフランス王国へ亡命したチャールズ2世のように、そのような革命の混乱にあっても忠誠を尽くした家臣にオーグメンテーションを与えるなど対象を大幅に絞った王もあった。封建制度が始まった初期の頃、 君主から、進化の功績への報奨といえば、君主が持つ領地の一部を分け与えたり、借位を与えることであった。しかし、進化が増えれば増えるほど、あるいは進化が功績を上げるたびに、君主直轄の領地をはじめとする財産が減っていくことになり、領地を分け与えるにも限度があったため、紋章の画像が広く行われてきた。 進化にしてみれば、君主から紋章の画像を与えられたことでその誉れを誇ることができ、君主にしてみれば、何ら物質的なものを与えることなく、つまり自らの財産を減らすことなく、報奨とすることができたため、主従ともに満足できる一石二鳥の制度であったと言える。また、イングランドでは、高度の弱体化を招くとの理由から、 貴族が王から与えられた報道を家臣に分け与えることを早くから禁じていたため、家臣への文章の画像が頻繁に行われる要因にもなった。ノーフォーク公爵ハワード家、編集著名なオーグメンテーションの例として、2代、ノーフォーク公、トマス・ハワードの文章がある。トマス・ハワードは、 クロドゥンの戦いにおいてヘンリー・パッセイのルスを狙って進行してきたスコットランド王ジェームズ4世を打ち破った閃光により右の図のような紋章をヘンリー・パッセイより数をされているトマス・ハワードに送られたオーグメンテーションのデザインはスコットランド王の紋章を一部変更したものでそこに描かれているライオンの胴体の途中から頭の方半分だけに切りその口を 矢が貫通している図になっている。ノーフォーク公の紋章は四大公爵の際にクオータリーの形になったが、このオーグメンテーションは現在も紋章の第一クオーターに描かれている。チャールズ二世、ロイヤル、オークの公に報いる編集詳細は、ロイヤルオークを参照カーロス大佐に与えられたカゾーモン・ウスターの戦いにて議会派に敗れたチャールズ二世は、 王党派の住まうシュロップシャーに逃れた後、ペンデレル家の邸宅、ボスコベルカンに落ち延びた。しかしそこにも議会派の手が伸びたため、王とその仲間、ウィリアム・カーロス・大佐は、近隣の多くの木の中で一晩を過ごして、辛くも追求の手を免れている。その後、チャールズ2世は、ロイヤル・オークの忠節に報いるべく、カーロス・大佐及びペンデレル家に対して、右系の紋章を、 包括的に加造している。その文章には3つの王冠が描かれたフェスに対して多くの木が描かれており、下部には王に忠実なる者は王国の守りなりのモットーが刻まれるなど逸話を想起させるデザインとなっている。2013年にはチェルシー王立病院にあるチャールズ二世像のもとにカーロス大佐を記念するプラークが設けられるなど、なおこの逸話は英国において語り継がれている。 ジャンヌ・ダルクの家造門フランスの君主はイングランドに比べて家造門を送ることに積極的ではなかったものの数少ない事例としてはジャンヌ・ダルクの親族に与えられたものがある。ジャンヌの聖火・ダルク一族はフランスにおけるイングランド勢力の駆逐に成功したジャンヌの功績によって右系の紋章をシャルル7世より家造されている。 そのデザインは青字に対して垂直に切り立つ剣がフランス王冠を支えており、かつフランス王家を意味する二つの百合が両脇に配されている。シャルル七世は1429年にカゾウモンを送ると同時に一族に百合を意味する姓、流量を与えたため一族は以降この姓を用いた。バーサス師匠。縦の下部に見える十字がカゾウモン。フィンランドの都市バーサは フィンランド内戦時に首都ヘルシンキから議会が疎開してきたことから同国の臨時首都として機能した。フィンランド議会は内戦終結後の1918年5月2日に臨時首都バーサがフィンランド解放の中心地だったことを記念してバーサ首相に対して自由の従事を加える権利を与えると決議して首相に対して家族門が加えられることとなった。 バーサ氏の数をモンは通常とは異なり、エスカッションから飛び出しているが、これは十字を文章意識の中でもさえ出せるためといった理由によるものである。ありがとうございます。